驚いた。うん、大丈夫、これで。私一さ、瞬、あれなんだけど、到着が早い。わかんない。なんで？ああ、でも確かに移動のこと考えたら負けるかな、ここで。多分これに乗れるから。ごめんね、作戦会議してる、明日。できるだけ寝れないかっていう。無理でした。いや、今夜さすがに事務所には泊まんないけど、まあ頑張ります。でも今日は自分でもお疲れって思ってる、自分で自分に。そういう日あるよね。そう、個人的にそういう日でした。でも今日は15分じゃなくて普通にやる予定です。そう、今日ね、そう、4ページのね、レポート、4ページやんなきゃ作るレポートと、あと、もう4つぐらいね、課題があったんですけど、無事全部終わって、残り1つね、1つ、そう、4つの課題中1つがちょっと残ってるんですけど、そう、それ全部終わりまして、あと今日舞台稽古もありましたしね、だから今日はギリギリ乗り切れたって感じなんです。そう、だから自分で自分を褒めようと思って、さっきから偉くないって親に言ってます。あ、そう、あと「週刊サンデー」さんの表紙が発表されました。嬉しい、本当に嬉しいです。嬉しい、やっと言えたって感じ。本当ずっと言いたくて、オフショットもすごい素敵なものがたくさんあるので、早くみんなに見てほしいな。写りとか表紙の写真もどうなるかちょっとわからないんです。私も知らないんですけど、でもすごく楽しい撮影だったので。でもね、ゆいゆいと2人っていうのですごい緊張した。やっぱゆいゆいビジュアルがすごいいいから、なんか美女と野獣みたいにならないかなみたいな すごい気にしながら頑張ったんで、ちょっと私の奮闘にも期待してみていただきたいです。そう、あと、そうだ、昨日の話、昨日の夜だもんね。そうだ、今日話すことがいっぱいなんですよね。週刊サンデーさんは本当楽しみにって感じで、あと昨日の夜にあった AK ビンゴと、そう、乃木坂に越されました。なんですけど、AK ビンゴの方は無事ちょいモテでした。イエイ。ちゃんとコンセプトに合ってるねって言ってもらえた。すごく嬉しかった。いや、私おぶすかなって思って、そのそれこそ急遽作ったコーデだったの。だから本当に家にあるもので作ったから、靴とかもね、本当は今流行りの、で去年も流行ってたスポーツサンダルで行きたかったの。だから収録日までには揃えとこうと思って、ちょっと買う機会狙ってたんですけど、結果買えずに収録日になっちゃって、うわ、スニーカー毎日履いててみたいな 毎日履いててすごい、あれね、見た目がちょっとね、もう履き古してる感がすごくて。でもあれ、出る直前、その着替えてる時に衣装さんの部屋で着替えるんですけど、衣装さんにちょっとどうしたら白くなりますかね 白いスニーカーなんだけど、そう、なんかどうやったらこれ綺麗になりますかねっていう話をして、とりあえず拭いとけば一応白くはなるんじゃないってなって
死に出るギリギリまで拭いてました裏で裏で頑張って拭いて、どうにあれで、でも拭いて全然もともとのやつよりかは白くなって出てるので、そうでもね、今回の AK ビンゴの収録で、いやもうほんといつこういうことがあるか分かんないから、靴はちゃんとね、可愛いやつを定期的に買っとくべきだなって思って、今またなんだろう、日常的に使える靴を探し中です。うん、ありがとう。あ、携帯はあのスタッフさんのものです。ちょうど色合いが合っててラッキーだったなと。うん、確かに日常的に使ったら汚れるけど本当に使い古しすぎて、衣装さんにも確かにそれ下尾ちゃんいつも履いてるよねって言われたから、そう、さすがにもうそろそろ新しいものは買おうかなと思った。うん、いや本当にだって今でもうちの家の今住んでるところの靴箱パンパンだよね、うん、もう普通に普通何右左さ、こうやって隣り合わせで置くじゃん。うちこれだともうパンパンで入りきらないから、もうこうやって突っ込んでってる入りきらないので、で玄関にたくさん並べるのも嫌だから、そう左右をもうガッチャンコして詰めてる状態です。で一つの棚に 3,4 個 ?5 個くらい入ってますね、うん、詰め込んでます。本当に履かないのは送る、うん、本当に履かないのは送ったりしてどうにかやりくりしてます。だから服も本当に着なかったりとか、最近着てないな、今後も多分着ないなって服は定期的に山口に送って、で欲しい服を逆に送り返してもらうっていうことをよくしてます。どんだけ私じゃなくてママも持ってるから、まあ私が圧倒的に多いんだけど、まあ女の人が2人もいるとそうなるよねっていう。もっと収納の多いところにね、次は住みたいですね。うん、でも私の方が断然多いから本当にごめんねって気持ち、うん、でも収納は多分ほぼ私が使ってるからそう、次だね。そうね、アイドルしてるからそうなっちゃうかな。やっぱ私服衣装も増えたし、そうこの前のベイ FM のラジオでも話したんですけど、あの乃木坂に越されましたっていうやつが基本自メイク私服なんですよ。そうだからもう私服がもうどん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 やばい、何起用状態でもう今、うん、服は本当にすごいことになってます。だからよく、まあ、いとこちゃんに開けたり、もう家族みんなにシェアしてますそう着なくなったらこれいるとか聞いて着てもらってます。うん、あとそのメイクしてたのにめっちゃ本当朝早いんですよ、収録が。だいたい全員集まれるってなったらやっぱすごい早朝とかになっちゃって、そういう時にね頑張ってメイクしてたんだけど、あれ今日ノーメイクですねって言われたりとかね、そうそういうこともあったんですけど、うん、本当振り回したいぐらいあるでもやっぱなんだろう、私の小学生の頃
に流行ってた服と今流行ってる服やっぱ違うから、テイストはなんか違うなって思うから、なかなかねやっぱ着れないとも思う。あ、そうそう、うちの家族本当女の子が多いから、そこだけは本当に良かったなって思ってます。後輩にお下がり、なんかね服のお下がりはなんか申し訳なくて、なんてこった。うちのね、あの、なんてことになんで反応したかというと、うちのいとこちゃんが、いとこ2号がね、あの口癖、何得意得意な言葉、2歳で、あのテレビ見たかなんかで私ちょっとすごい真似するの下手なんだけど、あのなんかあったら、なんか起きたら、なんてこったーってやるんだって。可愛くない？でもこれでやんの。でもこの話前やった気がする。多分やってると思う、うん、ちゃんと両方頭で両手を押さえて、なんてこったーってね言うんだって。そう、へそよでもね前言ったと思う。そう、なんて日だを今度は仕込んどいて、じゃあ、ん、なんて日だっていう、なんて日だっていうの、今週仕込んどく、うん、仕込んどいて。何見たのか分かんないんですけど、かわいいよね。なんてこうたーって言うんで、そう、そう、ムンクの叫び的に確かに。てかムンクの叫びってさ、なんか悲劇に見えるやん。でもあれってどっちか分かんないからさ、うん、あのすごい評価されてるらしいよ。うーん、っていうのを最近知った。もう遅いんだろうけど、悲劇に見えるやん。でももしかしたらあれはなんか喜びの叫びなのかもしれなくて、そうキャーっていう、どっちのキャかわからないっていう。そう、可愛すぎるね。いとこ2号ちゃん可愛い。いとこ3号ちゃんは元気？ちょっと見たよね。うん、さっき写真見た。元気？うん。うん、元気。さっきあのミルクとよだれが混ざってペッてしてる。可愛い写真見た。あとすごい泣いてる写真見たね。うん。そう、小さい子ってね何してても可愛いんだよね。ゆるキャラ感。最近それこそ私体格が似てると思うんだけど、ちっちゃい子とおじぽっくるっていうアプリがあるんですけどすごいね動きとか、あの多分手足が短くて、あの顔がやっぱ体に対して同じくらいの大きさやん、ちっちゃい子って。多分そういうのが似てるからなのか、おじぽっころにめっちゃハマって、てかそういう絵が好きで、そう、おじさんと育てるやつなんですけど、 おじさん集めるやつなんですけど、おじさん集めるやつ好きで、マジ2日間やり込みすぎて困ってる台本覚えないといけないのにおじぽっころでもすごい癒しなんです。この前おじぽっころ、マジおじぽっころ見てもらったら驚くと思うんですけど、ストリートダンスやってて、え、普通にあの手を下についてさ、足回すやつあるやん、あれやっててめっちゃ可愛かったの。でほぼ半分ぐらい集めました。そう、でもなんかほんとちっちゃい子もさ、なんかそういう体型じゃん、やっぱちっちゃい頃って。なんかそういう子好きだなって思います。アニメとかもそうなんですよね。なんかそういう体型のキャラが好きなんですよ。トーマスは違うんだよね。人間の形が好きです。人間の形で、ご兄弟物語っていうアニメとかもあるんですけど、そのね主人公の
双子ちゃんなんですけど、その双子ちゃんもめっちゃ好き。あのクレヨンしんちゃんとか好きです。ああいう感じのキャラクター好き。癒しって感じ。いや実際にいたらちょっとダメ実際にいたら違うんだけど、なんか非現実でいるのは好きです。あ、そう、隠れももじりとか好きです。そう、ああいうなんかちっちゃくてお尻プリプリして歩いてる感じが好きですね。ですね。多分ね、顔になんか体に対して顔が大きい感じのバランス感覚がいいんだと思う。 LINE のスタンプでもね、おすすめがあるよ。めっちゃ可愛いやつ。なんか猫ちゃんなんですけど、サメ猫だっけ。そう、まあ可愛いのたくさんあるよね。癒しですね。で、私なんと、そうなんですよ、リラの卒業公演ね、そう、出れることになりました。やった。なんかそう、舞台とか8の日もあるし、レッスン時間とか稽古の時間とかで難しいかなってなって話もあったんですけど、そう、無事出れてすごい嬉しいです。出れる出れる、よかった。私なんか本当になんか大切な人の卒業公演にの出演メンバーじゃない時とかあったんですよ、これまで。だから正直すごい怖かったんですけど、リラの卒業公演出れることになったので、しっかり見送っていきたいと思います。最後のステージ楽しんでいきたいと思います。そうなんだよね。ね、でもリラとは卒業しても会う気がする。なんか会える気がするとか言って会わなかったりするのかな。そうそう、こっちゃんの時とかそうだったよね。ね、懐かしいね。はい。ね、そうそうそう、そう、メンバーじゃなくて友達になるって感じだね。そう、アベメイの時はそうなんです、クラスメイトでね、出演させてもらったんです。あれは本当に未だに後悔してる。なんかもっと気持ちを伝えてればね、本編も出れたのかなって思うし、そう、そうなんですよね。確かになんか多分私ずっと一緒にいる子が卒業しがちなんですよね、デビュー当時の頃とか特にそう、ずっと一緒にいたりとかいろいろ話してたりとか
そう、一緒に大体いる子が卒業しがちだったんですよデビュー当時。そう、あ、ゆうなも言ってた。そう、いやでも意外とずっと一緒にいる子が卒業してない、なるとかも多分なんかね、ほんとずっとにずっと最初から一緒にいる、まあ、リラが卒業する感じじゃん。他にもたくさん仲良い子はいたと思うんだけど、そう、私多分それをもうデビュー当時の頃にその本当にずっと一緒にいた子たちが一気に卒業しちゃって、そうそう、で本当一時期なんか本当にずっと一緒にいる子が一気に卒業しちゃったら、その後やっぱ寂しいしね。そうそう、なかなかね難しいよね、そういうのね。でもなんかリラとかセリとか、そう、またなんか新しく長い時間一緒にいるメンバーができて、そう、そうだから本当にあの二人には感謝してますね。確かに私西のメンバーが多いね。そうだわ。でも卒業してもやっぱ連絡するし、そう、あとなんかね選抜入ったらやっぱ初期の頃モカリンとかアベメね、嬉しい、見ててくれたんだってなるよね。そうね、そう、チーム A でもそういえば、そう、前田彩香ちゃんとかね、そう、びっくりしたもんね、卒業するってなった時はね。あ、カレンちゃん、カレンちゃんいるよ。うん、カレンちゃんとはピアスだからね。うん、でもカレンちゃんとはやっぱコロナ禍になってからやっぱ会う機会がすごい減っちゃって、そう、そう、一気に減っちゃって、でも最近公演とかも出だして、そう、話すことは増えました。うん、そうなんだよ。そう、雫で一緒でした。うん、そう、チーム A でも一緒やし、雫公演でも一緒やから、この前だって2公演とも一緒だった。 A の時もやし、8の時も。
心を許せるね人がいるといいなって思いました。公演あと好きだな、なんか覚えることは苦手だし嫌だなって思うけど、実際なんだろうな、普通にステージ立つことは好きだから、そう公演はいいなと思います。うん、カレンちゃんほんと綺麗になった。そうカレンちゃんはね昔からミュウちゃんですね。うーん、私は普通にあれかな、ステージに立つことが好きなのが強いかも、うん、なんか傷すごい思ったんですよね。ステージ立つまではすごく緊張するしするんだけど、本当に緊張するんだけど、けどなんだろう、ステージに立つ仕事がステージ立つこと本当に好きだなって思った。うん、どんなお仕事も楽しいけど、舞台だったり劇場だったりコンサートだったりステージの上でのお仕事が特に好きだなって最近気づきました。だからみんなになんかパフォーマンスいいなって思われるのも、やっぱパフォーマンスが好きだからそれが伝わってるのかなとかも思います。そう、ここ最近強く思いますね。でもその分緊張は高くなってる本当に不思議だよね。目立つことが好きなのかな。でもそういうことになるよね。いやでも多分目立つことじゃないんだと思う。まだそれが何かは分からないんだけど、なんでステージが好きなのか分かんないんだけど、目立つことが好きだったら話すこと、なんか MC 何してスタジオでの行動とか配信内での行動とか変わってくると思うので、そう目立つことをが好きなわけではないと思う。なんかあれかな、普段の自分とは違った自分になれることが好きなのかもしれない。かもかも。普段とギャップ、うん、あるあるあるうん、控えめだよねでもデビュー当時に比べたら控えめじゃなくなったよ、前よりも。そう、控えめさはなくなった昔に比べたら。なんか相槌とかなんか思ってることとかすぐ口に出るようになっちゃったすごい口が緩くなっちゃってると思う。成長だと思ってる。そう、やっぱバラエティとか経験するとなんかもっと反応リアクションした方がいいなとか。そう、でも私嘘のリアクション嫌だから
なんか素直にへーとかびっくりしたりとか、そう、そういうリアクションが全然デビュー当時よりついたなぁとは。経験だね。ほんと経験だよね。いやでもね、私仕切るのはちょっと苦手です。うーん、苦手ですね、そういうのはね。うん、話聞いたりとか反応するのは全然好きです。自分の思ってること言うだけだから。うん、なんか経験したことによってなんかあれかも、怖さがなくなった。でも私当時からそんな怖さって逆に感じなかったんだよな、デビュー当時の方が。多分経験したことによってなんか自信がついたんじゃなくて、多分自分のことについて分かったからなのかもしれない。自分を認められるようになったのかも、経験したことによって。うん、怖さってどういうことって、なんかだいたいみんなが思うなんかこれ言ったら誰かにこう言われるかなとか、こういうのは多分ダメだよなとか、そういう考えが本当になかったから、思ったことスポーンって言ってたよね。言ってたんですよ。そう、うん、まあ度胸があったってことだと思うんだけど、けどね、だって当時よく言われてたのが、人を話す言葉頭通ってないでしょうってよく言われてたから。そう、でも当時全然その意味わかんなくて、いやちゃんと考えてはいるんだよなみたいな。そう、難しいんだけど、でも確かにその時は考えてたの。そう、考えた末に言ってたんだけど、結果出た言葉が頭通ってないような言葉ばっかだったから。そう、ね、まあ成長できたのかなと思ってます、最近は。だね、まとえずだね。本当よかった。成長したのかも。分かんないけど。ね、成長してるんだね。まあね、二十歳にもなったしね、成長してないと怖いよね。タワーが立ってる。科学先生、タワーありがとうございます。ショールームはすごい役に立ってると思う、私は。なんか歌歌おうかな、ね、何歌おうかな今日。明日からショールームでカラオケが多分3日間ぐらいできないので、だね、3日間ぐらいできないので、ちょっと
今日何かね、なんか4曲くらい絞るか。ただいま恋愛中あるかな。なかったなかった。なんか好きな曲あります？オキドキクラスメイト、ソンブーから、ソンブーから、ソンブー、ソンブーから、恋愛禁止条例ね。クラスメイトあったっけ？ありそう、クラスメイト。ない、クラスメイト意外。歌いたかった。あ、10年桜歌おうかな。10年桜歌いますじゃあそれでは聞いてください、10年桜。昔合宿思い出した、歌の練習とかしたなって、ね、なんかすごい卒業するみたいな歌詞だったけどさまだいますからね、よろしくねでもなんだ、この前の埼玉スーパーアリーナで8周年目に突入だったじゃないですか。なんかあと2年でね、10周年なんだ、8できてって考えたら、10年桜って曲がすごくなんか染みてきてそう、染みてきましたね。あと2年かって、そう、早いなと。そうで、改めてこの曲がなんかもっと好きになりました。うん、10周年まで私はいると思うよ。うん、そう、あとここまで来たらね、10周年迎えたいなとも思うけどね。ではそうなんだ、なんか20歳超えてから1年が早い気がするまだ感じるの早すぎ。じゃあ皆さん、ランキング発表いきたいと思います。100周年はちょっと私120歳になっちゃうからあ、違う、110歳か、私110歳になっちゃう、112歳か、112歳になっちゃうからね。そう、それはちょっと避けたいな。ではそう、長生き、しかもそれで踊れてたら本当ギネス記録にしてほしいぐらい。じゃあランキング発表いきたいと思います。クックさん10歳おめでとうございます。そして12位がジャーリングさん、12位おめでとうございます。そして11位がテオネオさん、11位おめでとうございます。
10位が台湾中心さん、10位おめでとうございます。そして9位が山ちゃん、9位おめでとうございます。そして8位がピールケウちゃん、8位おめでとうございます。そして7位がユーユーさん、7位おめでとうございます。そして6位がリムさん、ゆくいちっかえよ。5位がサトちゃん、6位おめでとうございます。4位がザゼロさん、4位おめでとうございます。3位ナミちゃん、ヒヨパンさん、シマヤンさん、グリフォンさん、チョンジェシ、 AK さん、ポポロンさん、ナオさん、最後のシシャモさん、ゴールド888さん、ハッピー14さん、イーグルイーグルさん、ミキトさん、トッシージャケンさん、ミユパラギさん、ケンシンさん、グナナケさん、マドさん、シルバーさん、コウさん、エキトウモロコシさん、 XD さん、サカツネガメさん、タックン、タッキーさん、富士侍さん、いつもし、中堅八甲さん、ヒロマツ、MTHR さん、ぐんちゃん、ラブリーさん、14さん、鉄道好きコナンさん、トマトさん、メタルピーチさん、 KYS さん、ケンタンさん、アキちゃんマン、みちひろさん、ピーシアさん、上を向いて福丸さん、ワッフルさん、トッキンさん、ポングポングさん、ねちゃん、タイさん、さかなさん、パラングザさん、ヨシさん、クラウドキューティーさん、ミミポンさん、シャルルさん、フッちゃん、マーサーさん、キヨシさん、翔平さん、皆さんありがとうございます。多分久しぶりに100円まで読んだんですけど、100円以降の方も本当にありがとうございました。いつもありがとうございます。で多分明日からもまた読めない日が続くと思うので、100位の方まで、14位から100位の方、そうとかね、読めない日が続くと思うので、久しぶりに読んでみた。じゃあ読むの早いでしょ。もうなんかだんだんベテランになってきた気がする。読み間違いはあるけど、はい、じゃあランキング発表いきたいと思います。いきますね。あ、ランキング発表じゃない、一光さんみたいになっちゃった。ランキング発表じゃない、あのスクショタイム、いきますね。はい、チーズ。うん。どんだけスクショタイムじゃないってなっちゃう。まあ幻、ポーズだ。じゃあポーズだ。本当だ、ちょいブスもそうだ。じゃあこれでポーズね。はい、チーズ。背負い投げは怖すぎる。背負い投げってあれ。はい、じゃあ今日はこれにて終わりたいと思います。皆さん見てくださってありがとうございました。明日の配信時間はちょっと何時になるか分かんないので、またツイートします。じゃあ皆さん、おやすみなさい。チャイジャイオー、グッドナイカー、ラータリー、サボドッカー、ワンガン、おやすみなさい。